目に優しい、目に、うん、目に優しいから長時間、10時間でやっぱずっと弾きまでたまには緑で目を休めようっていうことなのかもしれないです。あの CM かけた瞬間にブルーライトがカットされてるというところだけめっちゃ好きで、お前は分かるのかっていうはっつって、そうそうそう、マナでちょっと優位に立ってないと動きにくいですね。冷やすとかもあるから、まあ、動く側がさらにバックアップできるじゃないですか。吉崎さんの方はどっちが痛い球サクってる、なんもないけど良くないの、あの動きはなんもないの、そう、キャノピーランド。ゼリーの中でやってるんですか？ LCL らしい。人襲来からの LCL。 このマッチ、一番息が痛くて、がまた松明、うちの律子さんが松明上司の律子さん松明やるな危ない。これはでもまあまあ何の動きもなかった、ちょうどよかった、まあ確かに4ターン目までこの復帰するまでにねゲーム終わってましたみたいな、あららってなるし、特に何もなかった。どう動いたらいいんですか、動いた方がまあ不利じゃないですか、動いた上でバックアップの妨害も打ち切れるぐらいにマナーを揃える、まあ不思議な展開、すごいよね。左の松本さんもハイロカープリブスニーク、スニーク、ここでもう見る。
した。最近はなんか秋の岸や夏の帳や四季折々で季節かね。まあ冬もあったし、春は花盛りは禁止や。春でこの好きやね。でもこれ通ればやったかってなりそうですね。うん。そうするとブレストじゃない。ヒーヒー言いながら探すファミリープレイヤーのお呼び出しをいたします。レガシー選手権ご参加の西田渡さん、レガシー選手権の西田渡さん、レスポンスだったり接触をお越しください。そっちに稲妻刺さったら面白かった。スタック稲妻優。これはこの長枚しかありません。まあ何もないことも結構たまになる。さすがに英語が来る部品。ブヒーブヒー誰のダンマンだ。ヌワーかもしれない。ヌワーヌワー押してくるね。ドラクエ押しやね今日。端末はヌワーいねえな。結構すがし効きます。あのスニークすがしに対してのカウンターが案外ないよね。そうそうそう。クラスターとパイロが効かないんで、まあ、カウンスペル入れてたけどカウンスペルとか割とそのイルしかない。そうそうそう。なんかスワーあそこに置かない理由があんまりない。まあ、マナー基盤としては確かに弱い。白マナーが
Thank you.
かもしれない。おい、ここでもう一撃開始。いや、これ完璧じゃないですか。ダブルペインセブンにガットショット。ガットショットはないこの街でガットショット入れとかはすごいですけど、未来人じゃないですか。この1ライフの予測を。じゃあラウンド5はこんな感じで、はい、また次のラウンドでお会いしたいと思います。はい、ではまた。